どうも、イチです。今回は新サービスキャッシュレス視聴者参加型 Q&A 以下 CLQA をスタートについてご紹介いたします。まずは本動画の総論として、本サービスはこうなっています。いわゆる視聴者参加型のアンケートサービスです。こちらを順番に分かりやすく解説していきます。本動画を見ることで質問者と視聴者、私にメリットがあるアンケート型の CLQA を知ることができる、そんな内容になっています。そこそこ面白い企画だと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければ幸いです。 CLQA とは、結論から言うと、私ゆういちが無料で質問者の声を代弁するというサービスです。こちらは6つに分けます。1つ目、詳細。質問者がキャッシュレスに関する疑問を CLQA と題している YouTube コミュニティのコメント欄にて聞きたい質問を投稿。その後私が精査して採用すれば、代行して YouTube コミュニティに単一回答式のアンケートを投稿します。そのアンケートを視聴者に答えてもらう Q&A 方式の企画です。その後私が QA をまとめて撮影し編集して動画で公開します。全て任意制です。アンサーについては私も参加します。要は質問者がキャッシュレスに関して疑問に思っていることを代わりに質問しますよと、その QA を動画にして他の YouTube ユーザーに伝えますよという企画です。私のチャンネル登録者の中には、私よりクリカ知識がすごい方がいらっしゃるかと思いますので、ぜひ質問をしてみてください。2つ目、日程。募集日は需要がある限り年中募集します。投稿後翌々週ぐらいには動画として公開する予定です。3つ目、メリット2つ。メリットは質問者と視聴者、私にあります。1つ目、質問者、聞きたいことを YouTube コミュニティを通して聞いてくれます。2つ目、視聴者、自分が書いたコメントを質問者や他の利用者が見ることができますので、役に立つことができます。3つ目、私チャンネル運営者、質問者が思っていることを知ることができて知識として蓄えることができます。さらに話のトピックとして動画にすることができます。4つ目、デメリット。デメリットは基本的に匿名なのでないかと思います。強いて言えば性別と年代がわからないくらいです。性別と年代は任意とします。5つ目、質問者の流れ。 CLQA と題している YouTube コミュニティのコメント欄でコメントをするだけです。コメントの仕方は例題で紹介します。また質問内容に対してコメントがあった場合は返信するようにしてください。2つ目、採用と不採用。 YouTube コミュニティを通して投稿されたら採用、投稿されなかったら不採用という形を取ります。基準としては需要がありそうだと判断すれば投稿します。この辺の見極めは私の独断と偏見で決めます。3つ目、 YouTube コミュニティに投稿。この CLQA は YouTube コミュニティでコメントをしたり、質問に対してコメントでアンサーできたりします。つまり質問者と視聴者どちらもどこかのサイトなどには登録せず、 YouTube コミュニティ内で完結する Q&A です。 CLQA で投稿された質問が採用された場合、新しい投稿を立ち上げて私が質問内容を CLQA に投稿します。4つ目、例題。例題として CLQA に質問する内容を書くとこうなります。題名、理由、項目、この3つは必ず書いてください。ポイントとして、ある程度需要がある内容が必要です。範囲が狭すぎるのは NG です。例えば題名、エポスカードを使ってカラオケ館で割引をしたことがあるか。題名、 SPG カードを使って東京マリオットホテルの301号室はどんな感じだったか、良かったか良くなかったかなどです。かといって範囲が広いものも NG です。例えばクレジットカードとは何ですか、スマホ決済って何ですかなどです。6つ目、視聴者の流れ。質問者の役に立ちたい方は YouTube コミュニティのコメント欄でその項目を選択した理由を記述してください。コメントがあった YouTube ユーザー名と動画内にて公開します。アンケート内容に対して選択するだけでも OK です。注意点として、 YouTube コミュニティは他のジャンルも投稿します。 CLQA と題しているものに投稿をお願いいたします。以上、 CLQA をまとめるとこうなります。皆さんからのたくさんの質問お待ちしております。以上、新サービス CLQA をご紹介いたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一は Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。